ーってキス？するな。あんなの挨拶みたいなもんだって。そんなの日本の風習にはない。うちの方にはアメリカの人も多いし。そっちの人は置いといて、あなたはどうかって聞いてるの。ファーストキスは昨日の夜。え？そう。さて、それはどうでしょう。ヤスミの目が冷たいよ。自業自得よ。ミギーさんだけご飯抜きとか、ミギーさんのだけわさびが特盛りだとか、そういう意地悪ができないザワッチに感謝してください。そうね、ヤスミありがとう。ところで天気のことなんじゃがの。大きな低気圧が近づいており。というわけなんじゃ。持ちそうなのは今日いっぱいまでですか。うちが雨風なんぞにびくともしない立派な寺ならよかったんじゃがの。合宿少し繰り上げた方がいいみたいですね。ですけど、そういう時こそ人手があった方がいいんじゃないですか。お嬢さんらが屈強な運水ならわしも遠慮なくこき使ったじゃろうがの。なに、拙僧一人。ああ、いや、拙僧と小さいお嬢さん一人ぐらいならどうとでもなるわい。もし寺の屋根が吹き飛ぶようなことがあったら、近場の檀家に避難するのでな。さすがにこれだけの大人数ですと、田舎の家が広くてもちょっと入りきれんわい。はい。そういうわけでみんな、帰りが早まったって各自連絡しておいて。
今日は練習なしで自由時間にするけど、荷物をまとめたりお掃除はしっかりやって。そういう感じの話なら外行って話した方がいいかもね。壁に耳あり障子に目あり。夏姉さんが持ってたあれ。あれって一体何なわけ？あれが剣よ。大昔から捨てんの者が徳川の軍門に下り、鬼切部捨てん刀として組み込まれるより前から封印し続けてきた呪いの剣。いいや、逆ね。捨てん刀は剣を封じるためだけに作られた。剣を封じることが天を守ることにつながるとされてきた。ちなみに剣の存在は鬼切部の一番偉い人も知らない。存在自体は知っていても捨てん刀が封じているということは知らないはず。世間一般的には失われたことになってるから。呪いの効果は様々。頭痛、めまい、吐き気、手足の震え、倦怠感。それって風邪の諸症状？抜本的な対策がないって太刀の悪いあたりは似てるかもね。治療薬作ったら表彰もんだって言うし。とりあえず持っていると危ないものよ。剣の形をしているから単なる武器だって固定観念持ってるけど、あれは力というか呪いのような力の結晶なのに。それにつけても不思議なのは、オサが私より影響を受けてないってことね。そうなの？ダメだ、体がバランス。あれ、実際のところ一般人なら混沌ものよ。
一般人はいても邪魔よ。さっさと帰るか、合宿中は頭を低くして無事にやり過ごすように努めるのね。間違っても自分から首突っ込んじゃダメよ。やっぱりこっちにいましたか。桃子、一緒にどうですか？ああ、いや、私はいいや。水着持ってないし。ますよ。ホサ先輩、ブラボーです。
暑いわね。そうですか？やっぱりスタイルいいと違いますよね。私もビキニなんですけど、この差は一体何なんですか？何と言われても、そんなに特別なものは食べてないけど。だいたい食べ物云々なら休みと同じの食べてるわけでしょ。休み、何やってるの？翔子先輩か、びっくりした。それは？あ、ビーチボールです。今膨らませてたところなんですけど。空気入れとかないと結構大変ですよね。あなた体力ないんだから、そんなの桃子にやってもらえばいいじゃない。桃ちゃんはちょっとお寺の方に戻ってまして。ちょっとそれ貸して。え？私がやるわ。休み、ちょっと顔赤いんじゃない？別にそんなことは。日差しのせいかも。
暑いわね。はい。倒れないように気をつけなさいよ。はい。無理して取らなくてもいいわよ。小さいからって舐めてもらっては困りますね。この秋田桃子、中学時代は男子より飛ぶ女としてクラスじゃ恐れられたものですよ。砂浜ならまだともかく、膝まである海で飛べるわけないじゃない。水を飲みました。ナミちゃん大丈夫？ももこちゃん大丈夫ですか？
やるしかないか。ナミ！この機材どうしたんですか？さすがにわしが生草でも、これを寺に置いておくのは気が引けましてな。檀家の方から借りてきました。わざわざ申し訳ありませんね。何？その檀家というのは今夜の肉の仕入れ先でもありますから、商売上のサービスの範囲ですな。ちなみに寺まで運んでくれたのはこの阿波般若の仕入れ先。ほんと世の中持ちつ持たれつですね。それにしても先生も和尚様もお酒が好きですよね。わしが飲んでおるのは阿波般若ですが、まあ国民性ですな。かのフランシスコ・ザビエルも言ってました。日本人の生活には節度がある。ただ飲むことにおいてはいくらか過ぎる国民であると。そもそも神様からして宴会好きなんですから、それも致し方のないことです。はあ、あれ右側は
右輪さんからメールが来ていました。今からちょっと出かけてくるわ。じゃ、ちょっくら失礼。今日はもう無理ね。ナミちゃん、こっちに来て。ところで翔子さん、右輪さんはどうしました？なんで私に聞くわけよ。一番仲が良さそうでしたから。知らないわよ、あんなやつ。喧嘩でもしたんですか？喧嘩っていうのはね、対等に相手をしてくれるから成り立つわけで。右輪のバカー。
まったく。こんなところに来ても意味がないって分かっているのよね。
鬼の踏み石。出歩くのは控えろと忠告してやったはずだ。鬼にさらわれ食われても知らんぞ。石岩の鬼に？ほう。わしのこれは別に潰れているわけではないのだが、鬼の証には違いあるまい。何者？元は人であった鬼。育ての親が鬼だからな。それはそれで致し方あるまい。我が名は琥珀。その技も収めておるわ。じゃあ、あなたが式神を使って何を？ふん。娘がさらわれたか。あなたと同じように白い肌と白い髪を持った不思議な女の子よ。心当たりは全くないが、待て、わしと同じだと。島は老竜め馬老竜め、いつの眠りの間か知らぬが
わしが眠っておる間によくもこそこそ企んでくれたな。ロウリュウ？しかし下せぬな。鍵たる剣はとうにあちらに渡っておるのに、何故今さらニエなどに執着する？問いただせばわかることか。ではわしも急ぎ彼岸に向かうとしよう。この様子なら待たずに行けるな。ではな娘、お主も帰って眠るがよい。まずはニエを潰すのが早いといえば手っ取り早いか。天気やっぱり良くないわね。